日本ジェラート協会は5月28日、日本で初めてのジェラートの祭典、ジェラート博を開催。それに先立ち、5月27日、メディア向け内覧会を表参道ヒルズスペース O で行いました。オープニングに先立ち、日本ジェラート協会、酒井隆会長は、2006年に日本ジェラート協会を設立。以来、ジェラートの普及と PR に努めてまいりました。今回、日本で初めてジェラート博を開催することになりましたと挨拶。この後、タレントのシェリーさんがライムジェラートをイメージしたドレスで登場し、今月、イタリア・ミラノ万博を取材、本場のジェラートを堪能しましたと語りました。また、ジェラート博の目玉でもあるイタリア VS 日本ジェラート職人対決では、日本各地から職人12人が集結。イタリア屈指のジェラート職人セルジョ・コラルッチさん、ジェラート大使マリオ・セラーニさんと顔を合わせると、いよいよジェラート博が盛り上がってきましたとコメント。2人からジェラートの花束をプレゼントされると、感激に胸を膨らませていました。セルジョ・コラルッチさんにお聞きしました。La cultura del gelato artigianale in Italia è praticamente dai tempi di Caterina dei Medici, per cui stiamo parlando veramente di molti, molti, molti anni fa. Contiene proteine, contiene vitamine, contiene sali minerali, contiene fibre. Il gelato artigianale italiano ha delle caratteristiche che per il corpo umano sono fondamentali. Credo di essere abbastanza conosciuto, sono uno che ha studiato il gelato a fondo.Conosco bene gli ingredienti, per cui con qualsiasi ingrediente che sia commestibile possiamo fare del gelato. この後、ジェラートの試食が行われ、マスコミ陣は各ブースを回り、ジェラートを楽しみました。豊橋市から参加したジェラートサンタ、生田智興社長にお聞きしました。地元の、ね、農家さんにちょうどほおずき、売り先を困ってると、なんとかしてくれないかという相談を受けてまして、でちょうどこのコンテストがありまして、じゃあ使ってみようと。結構酸味あるので、いろいろ試した結果、2種類のクリームチーズをブレンドしまして、その中にほおずきを入れて、チーズの美味しさとほおずきの甘酸っぱさを調合のとれた味に仕上がっていると思います。もっともっとね、業界が発展して地域でも根付いていってくれたらいいなと思って、こういうところ参加させてもらってもいいですね。500名前後日本にいらっしゃるんですけど、私どもは105名ぐらいが会員登録されています。昨年に、ジェラートをもっと普及させようということで、ジェラートの日という日を制定しまして、それの、第2弾といいますかね。昨年度からイタリアの機械メーカーとか食材屋さんが主催されて、世界の8都市をツアーで回って、その年その年で優勝者を出して、それを、本場のイタリアで来年度世界一を決めようということです。